お、いい釣りさばありがとうございます。嬉しい。海はいいぞ、夕日も綺麗。海は広いな、大きいな。波乗りのことかな、ワニオが覚えてますよ。なるほど、モンスターボールもないんだ。じゃあスーパーボール10ぐらい買っとこうかな。よし、ありがとうございます。探してるポケモンがいる。クラブを持ってたらビリー玉と交換してくれないか。そっか、クラブさんか。私がいたずらするとお父さんすぐに脅かすのよ。丹波へ行く途中に4つの無人島があるんだ。悪い子供はお仕置きにその島へ連れてくのさ。怖え普通に怖いんだけど。港か、高速船があるんだ。灯台、朝日の灯台、別名輝きの灯台、素敵ですね。おお、なんか修行できるみたいなこと言ってたよね、陽介が。じゃあまずは灯台登ってくっていう感じになりそうかな。とりあえず回復します。で、あとボックスも変えとこうかな。ありがとうございます。怪力気になる。で、ボックスを変えるでいいんだよね。じゃあ2に変えておきます。おーし、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。怪力だね、ヒデマシンを。ありがとうございます。アサギ食堂、バトルタワー、バトルタワーあるって書いてあったよね。40番水道。そっか、一応出ちゃうのか。で、港もちょっとチェックしようかな。どうなってんだろうね。ああ、そういう感じか。シェルダーがよく釣れる。マジっすか。ほんとだ、シェルターさんだ。おーし、ありがとうございます。二枚貝タクヤで、マジでシェルターさん釣れちゃったよ、やった。ということで、アサギシティ一応見て回れたかな。ちょっと40番水道はまだって感じだけど、街はとりあえず
見て回れたかなって思うんで、とりあえず40番水道と、灯台かな?まずは、そこ行きましょうか。さあ、ということで、これより、朝日の灯台の方に行きましょう。ダンジョンっぽい感じだよね、なんだか。割とバランスいい感じだからな、今。まあでも、朝倉で行くか、基本的に。よし。多分ね、トレーナーさんもいるのかなって思うんで。戦っていきましょう。朝日じゃ、古くからポケモンが夜の海を照らしていたの。それをお祭りしてできたのが、この灯台ですって。なるほど。びっくりした。配置的にトレーナーだと思った。この灯台は修行の場所でもある。トレーナーいっぱいいるから簡単に登れないよ。やはりいらっしゃるのか。わかりました。気をつけて登っていこうと思います。ポケモンはどうなんだろうね。出るのかな?あーもしかしてって思って今やってみたけど。これは気をつけなくては。ただあれかな。今の使うことによって行ける場所とかありますかね?もしかしたら?さあ、では頑張っていきましょう。おや、君は、ここは遊ぶ場所ではないよ。さあ、ジェントルマンのカーネルさん。よろしくお願いします。夜のずくさんね。よーし、ありがとうございます。さあ、レベル28。一番上にはポケモンがいて、いつも光ってる。でも今は病気だそうだ。しかも普通の傷薬じゃ、治せないという話なんだ。マジか。マジでいっぱいトレーナーさんいそうなんだけど、大丈夫かな?さあ、元気さん、よろしくお願いします。ニョロもね、ニョロもね。さすがに相性的に変えるか。よーし、ありがとうございます。2体目はね、ニョロゾさんでした。あー、マジか。番号交換できるんだ。うわー、あの位置とかさ、いけるんじゃないかな。どうなんだろうね。とりあえず、どんどん登っていきますか。よーし、ありがとうございます。ということで、ポッポさん5体でした。なんだろう。言い方的に上に登る特殊な方法とかあんのかな?どうなんだろうね。私は世界を旅してポケモン鍛えてる。ちょっと勝負してもらいますぞ。お願いします。さあ、ジョージさん。おー、ワンコ、ワンコだ。よーし、ありがとうございます。みかんさんはもともと岩アクなど岩タイプのポケモンを使うポケモントレーナーだったんだ。おや、これはこっちじゃないか?さっきのあの、真ん中のところを行くには。さあ、マリルさんだね。ここはリーフルかな。
まあ一回とりあえず左進んでみて、まあそれから改めて考えるか。さあということでレベル28です。ありがとうございます。でこっち行けるよね。オッケーオッケー。ニョロゾさんか。これどうしよっかな。リーフル戦闘の方がいいかな。さあ、ハパ方、お願いします。よーし、ありがとうございます。タイプが変わっていた。多分、あれだね。鋼ジム的な感じで、さっきイワークさんっていうヒントがあったから、イワークさんが鋼エルさんに進化してる的な。ミカンさんと勝負したかったが、それどころじゃないよな。代わりに相手してくれんかね、A で。お願いします。多分、このルートがもしかしたら正しいのかな？一番上まで行くには。どうなんだろう？よーし、ありがとうございます。そうですね、優しさも必要ですね。さあ、シルバースプレー、ありがとうございます。やっぱあれかな、このルートが正規ルート的な。うわ、やっぱそんな感じあるな。ついてしまったよ。こんにちは、三河さん。このポケモンいつも海を照らしてくれていたの。でもいきなりぐったりして息も絶え絶え。海の向こう丹波にはすごい薬屋さんがいるそうですけど、私あかりちゃんのそばを離れるわけにはいかないし、あのお願いです、私の代わりに薬をもらってきていただけませんか。なるほど。行きますか。アイテムあった。こっちから行けなかった。さあ、いい傷薬、ありがとうございます。じゃあまあせっかくだからこっちから行ってみようか。多分来てない場所なのかな？ですね、オッケーオッケー。レベル15になった。さっきね、間違えてね、ポケモン入れ替えるときに、おタッチをね、出してしまったんですよ。ただあれだね、ちょうどさ、レベル15で確か進化なんで、進化しますね、おそらく。オッケーオッケー。まあまあまあ、結果オーライということで、いいんじゃないでしょうか。よーし、ありがとうございます。レベル28ですね。お、ですね。おー、大達さん。かわいいですね。ありがとうございます。
さあ、技マシン34。34は何だろう。威張るか。相手の攻撃を2段階上げさせちゃうけど、混乱状態にするみたいな。そんな感じの技ですね。不思議な目か。どうしよっかな。なんかもったいない気はしてるけど、消費のためにスプレーを使ってしまおう。よし。で、この場所は来てる。こっちは見てないんだよね。ってことは、こっちを見たら、その丹波に向かっていけばいいのかな。よーし、ありがとうございます。レベルも29に上がりましたね。で、大丈夫そうですかね。こっちは、ここと繋がってるっていうところか。オッケーオッケー。じゃあ、戻りますか。おー、五郎さん。元気でーす。エディバを倒した。おー、おめでとう。ではまた。え、めっちゃ帰り楽じゃない。やったー。じゃあ、丹波シティでいいのかな、に向かっていきましょうか。こっちだよね。40、41って言って、水道通って丹波シティ。渦巻島っていうのがあるね。あとあれかな、ちょっとバトルターン見てみたいね。よし、では回復して、ちょっと手持ちのアイテム整理もしよう。なんか拾うかもしれないので。整理しておきましょう。よし、では、行きますか。40番水道。船で朝日に観光来たの。おう。都会とは違った港町ってムードがいいわね。ですね。こっちは。バトルタワー。ここがバトルタワーか。でっかいね、バトルタワー。でっかいね、確かに。めちゃめちゃ立派な建物が建っている。入り口は閉まってる、マジか。まだ行けないのかなってことは。よし、では。丹波シティに向かって行きますか。この先に行くと何やらでっかい建物が。なんだなんだ。じゃあパリピの岩砕きを使っていこう。あ、そっか、なんかたまに出てくるんだっけ、岩砕きでも。ポケモンクロブさんだ。残るかな。残りますね。オッケーオッケー。投げまーす。おーし、ありがとうございます。カニで。
ここからじゃ見えないけど、大きな海を越えていくと丹波って町があるのよ。よーし、行きましょう。おー、波乗り、ついに一歩目からできた。メノクラゲさんね。まあさすがに戦闘ポケモンリーフルあたりにしようかな。やば、よーし、ありがとうございます。じゃあ目飲んで、ちょっといきなりなんですけど回復してきます。さあでは今度こそ行きましょう。戦っていきますよ。よーし、ありがとうございます。メノクラゲさん2体でしたね。マジか、結構あんのか。そいつは大変だ。よし、ありがとうございます。まあ、とりあえずトレーナーさんがいる場所を頼りに進んでいこう。さあということでレベル30ですね。ありがとうございます。いたー、そっちか。で、メノクラゲさん。あ、カメールさんだ。ナイスキッショー、ありがとうございます。どんどんレベル上がりそうですね。ただあれだね、葉っぱガッターの PP が意外とやばいかもしれない。さあ41番水道に来ました。まあでもあれかな、行けるところまではリーフルで行きたいかな。めっちゃポケモン持ってる。鉄砲さんか。で、メノちゃん、メノちゃんはパリピで。安定して高い数字を出してくれるね。
し、ありがとうございます。とりあえず勝てたんだが、どうしようかな。回復したい気持ちもある。そうなんだよね、多分結構ちょうどいい今場所だよね。ドッケシの実あったから使っちゃおう。ってなると気にするべきなのは PP 問題かな。あー、毒クラゲさんだ。よーし、ということで毒クラゲさん捕まえました。ありがとうございます。いやー、まさか出てくるとは。やったー。じゃあメメ飲んで。結構41番水道広そうな感じがするから、そこそこトレーナーさんいるんじゃないかな。頑張らねばな。さあ、ということで、毒クラゲさんも出してきましたね。ありがとうございます。そして、レベルが29に上がりました。気持ちいいよね。まあ、とりあえず上から攻めてっか。そうなんだよね。渦巻島っていうのもあるんだよね、確か。気になるな。さあ、ということで、レベル32に上がりました。ありがとうございます。多分進化じゃないかな。だよね。まさかリーフルが一番最初に、3段階目になるとは。さあ、ということで、そうやって動くんだね。メガニウムさんに進化しました。ありがとうございます。なあ！陽一だよ、陽一さん。君だいぶ強くなったろ。そろそろまた腕前見せてよ。お、これはもう一度戦えるチャンスが。激しく渦巻いている。ポケモンの技でどうにかできるかも。なるほどね。多分現状通れないんだ。ってことはなんか特定の技がある的な。そう考えるとあれかな、また改めてってことになりますかね。渦巻島は多分あの先だよね、あるの。さあ、ということでレベル33に上がりました。ありがとうございます。あー、ランタインさん出るんだ。マジか。鉄砲さんが添えてある。耐えるかな、耐えるかな。倒しちゃうかな。あー、倒しちゃった。あ、でも出るんだね。しかも結構経験値もらえるっていう。お、カリーセンさんだ。やべえ、PP がやべえ。ここはあれかな、のしかかりが使えそうな場面は使っていくか。よし、ありがとうございます。そんな話があるとは。めっちゃいるな。めっちゃいるっていうか、それ以前に広いな、やっぱり。41番水道。おー、ギャラドスさん、来ましたか。さあ、では、のしかかっていきましょう。
よしよし、ありがとうございます。めっちゃもらえるね、いいね。もう一体か。ギャラドスさん、おかわり。暴れますね。よーし、ありがとうございます。レベル34ですね。めっちゃ上がってきたなー、レベル。で、メノちゃん、うん、お、スターミーさん来ましたね。よし、ありがとうございます。やばい、どんどんレベルが上がっていく。ありがとうございます。あ、ここにもいた。じゃあ、あれかな、これで下抜けて左行く感じで行きますか。お、パウがウサンだ。なんとか PP 足りるかな、これ。どうだろう。さあ、レベル35、ありがとうございます。結構上がったよね。このアサギシティから、このアサギシティからさ、出発して、かなり上がったんじゃないか？リフル。さあ、では戦っていきましょう。クラブさんね。オッケーオッケー。一体だけなら、大丈夫。なんとか、なんとか持ってる。ピピ。よーし、ありがとうございます。フラッシュがいるってことかな？どうなんだろう？おう、毒クラゲさん。ここは逃げます。すかしちゃった。夜になるとね、人手間が水面近くに集まってくるのよ。おう、それはそれで見てみたい。気になる。あ、タッツさんだ。少女漫画みたいな。目をしていらっしゃる？すげえ、こんなキラキラだったっけってぐらい、目がキラキラしている？ありがとうございます。気になるな、人手間ね。お、着きましたよ、丹波シティ。とりあえずポケモンセンター入ろう。
の薬屋さん。ここがそうかな。君のポケモン、そない重症とは思えんが、何事か困っとるのかね。東大のポケモンがな。わかった。それならこの薬やな。持っていきよし。ありがとうございます。秘伝の薬。わしの秘伝の薬は効き目強すぎるからな。よほどのことでないとあげないのや。なるほど。ありがとうございます。あー、買えるんだ。なるほどね。ありがとうございます。よし、これを、ミガンさんに、あとは、届けるだけだ。ちょっとあれだね。街の探索もしますか、せっかくなんで。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。